なんで LINE 返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？いくら趣向を凝らしたデートでも、準備万端で臨まないと楽しめない場合もあるものです。今回は、10代から30代の独身女性234名に聞いたアンケートを参考に、それは事前に言うべきでしょう。当日絶句したデートプランを紹介します。1. 普段着で恥をかいた小綺麗なレストラン。ドレスコードがある店で門前払いとかありえないから、絶対に伝えてほしい20代女性。自分だけ清掃で、サプライズされても喜べない20代女性。間違いな気がしてずっとそわそわ。せっかくの料理も美味しく食べられなかった30代女性。2. ヒールのある靴で、大変な思いをした長距離の道のり、納涼ドライブと聞いて油断した。結構歩くじゃん、20代女性。3. スカートで思うように楽しめなかった、軽くスポーツできる場所、体を動かすなら、ショートパンツとスニーカーで来たのに。10代女性。4. 羽織物が必要だった、夏でも寒い山の上、寒すぎで、山頂の景色を楽しめず。夏でも寒いのね、20代女性。男性のサプライズや、急に思いついたプランで、女性が振り回されるケースは、意外とあるものです。行ってからのお楽しみと言われたとしても、120% 楽しみたいから、当日、どんな格好で行けばいいかだけ教えてくらいは、抑えておいた方が良さそうです。